北島先生、本日もよろしくお願いします。はい、よく海外のトップ選手の、まあ、ワークアウト映像とか、うん、そういうのを見てると有酸素運動を結構多くの人がやられてるイメージで、うん、特に減量中とかでもないんだけど、うん、まあ、やってるみたいな人が多いんで、なんかその有酸素運動を減量以外にやるメリットとかっていうのはあるのかなっていうところをお伺いしたいです。はい、はい、まず事実として、僕は結構その何年もそのベニスのゴールドジムっていうところにいて、トッププロ、はい、まあこの時期によっては本当にね、あの世界のトップ20のうち10人は常にいるような時にも住んでましたし、あのそうすると1年を通してね、あの全員やってますね、有酸素運動は。全員です。どんなにオフシーズンでもバドカップのシーズンでも全員が有酸素をやってるっていう事実ある。あと他のところの国でもプロビルダー の見たこともあるし、そういろいろ聞いたりとかアドバイス聞いても、オフでも絶対有酸素はやるっていう、まあ、1時間弱ぐらいのやつは必ずやるというのは結構もう事実としてある。でこの本当に世界トップクラスの人が必ずやってるってことは必要だからやってるのは間違いないと思うんで、で、まあ、これはなんでこのオフでもやるんだって結構いろんな人に質問したりとか、あとは自分なりにその理由をもうちょっと深掘りして考えると、大きく3つあの理由があると思うんですね。まず1つは、まあ、これはあの体のケアですね。あのタンパク質をすごいいっぱい取って、このヘビーウェイトを扱っていれば、あの腎臓とか肝臓に負担がかかるので、うん、その自分の自己代謝をいつもこう上げて自己免疫力を上げていくような感じで、この内臓とかのケアにつながるっていう、この有酸素運動の方がね、こう長時間ずっとある程度の一定の運動をすると、この結構自分の自己免疫を高めるような作用は、うん、あの高まるんですね。ですから有酸素、ウエイトトレーニングじゃなくて有酸素をやることによって、その自分で回復する力とか、その代謝を上げてこの、まあ、肝臓の働きとかも良くして、その毒素を出しやすくしたりとか、いろんな効果を期待してやるっていうのがまず一つあります、はい、ですから、まあ、内臓ケアみたいな感じですね、あのコンディションアップとしてやるっていう。であともう一つ、ここが一番結構バルクアップとしては大事なところあるんですけど、はい、あの筋肉が太くなるっていうと、はい、太くなった中身って何だと思うんですか。筋肉の中身、水分、まあ水分ですけど、もっとあの物として言うと、どういうか物というか、何が詰まってるって言ったら、まあ筋肉、まあタンパク質で合成されてるけど、その主成分という主成分というか中身なので、例えばあんパンの中身はあんこですよね。はい、筋肉ビッて切ったら何が出てきます？筋繊維、うん、というかビッて切って出てくるものって、もうちょっと分かりやすく、筋繊維は何かで膨らんでるわけですよね。筋繊維だけだとぺったんこじゃない、はいはいはい、膨らませてるものがある。あ、血ですか？そう、血、簡単に言えば血、はい、いや切ったら血が流れるから、あ、そうですね、筋肉の中身って血なんですよ、はい、だから筋肉が太くなるためには細い筋肉よりも血の量が必要になる、絶対に。これはもう、もう本当に物理的に、はい、あの、はいはい、絶対に血がないとあの筋肉って太くなれないので、筋肉を、細かった筋肉が太くなったっていうことは血の量も同時に増えてるんですよね、はいはいはい、でだから増血って言って血を増やさなきゃいけない。でさらに血が増えて筋肉がいっぺんに稼働したら心臓にも負担かかるんですね。心臓のポンプで血は送るじゃないですか、はい、そうすると大量の血をこうギュ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 送り込んで、あの血、あの収縮させたりとかして、この溜め込んでパンプアップさせたりとかっていうと、細い筋肉と太い筋肉で全然心臓の稼働が違ってくるんですね。だから血を増やして心臓を強くしないと筋肉は絶対太くなってくれない。この筋肉が増えて心臓に負担かかって死ぬっていうことは、あんまりあの体としてはありえないことなんですね。まあすっごいハードなトレーニングをして、あのその完全に死ぬほど錯覚させるうまいやり方をできれば、まあ心臓に負担かかって死ぬってこともできるかもしれないけど、なかなか普通はそうはならないんですね。だから心臓が強くなって血が増えないと、まあ、あの心臓が強くならなかったとしても血は絶対増えないと、あの筋肉って大きくならない。でまあ、その心臓のケアと増血作用の手助けをしてくれるのは、やっぱり有酸素っていうのは結構いい手段なので、その有酸素をやることによって
あの血を増やすのと心臓を大きくしてあげるっていうか、まあ、強くしてあげるっていうのが、はい、あの有酸素に期待できるちょっと一つのポイントなんですよね。ですからまあでも心肥大っていうのはそのあんまり激しくやらなくても筋肉が太くなってくると結構心臓には負担がかかるので、細い人はダッシュとかしないと心臓ってそんなに強くなるほどあの大きくならないと思うんですけど、筋肉が太くなればなるほどそんなに動かなくても結構心臓は結構フル稼働するので、まあ、だからよく体すごい大きい人ってちょっとあるとゼーゼー言う人とかいるじゃないですか。まあ、だから体重の重いだけでも結構心臓には負担がかかるので、その筋肉が大きくなればなるほどその軽い有酸素運動でも心臓は結構あの運動としてあのですね、あの結構頑張ってるので、あの強くなったり大きくなったりっていうことが期待できます。ですからまずここが一番筋肉が大きくなるっていうポイントとしてあの役に立っているところだと思うんですけど、血を増やすのと心臓を強くするために有酸素はあのバルクアップ、そのオフの筋肉を大きくするときにも絶対必要。で、あともう一つはですね、あのもう一つの理由っていうのはこのプロビルダーならではっていうのもちょっとあったりとかするんですよ。このプロビルダーっていうのはなるべくあのオフの筋肉を大きくするときに体を動かさないようにして筋肉を大きくさせようっていう生活をしてるんですよね。でもう本当にちょっと僕たちの想像の域を超えたぐらい動かないで本当にワークアウトしかしないような生活をしている人もいます。そうすると、まあ、筋肥大には確かにいいんですけど、ただワークアウトする体力が落ちちゃうこともあるんですよね。この普段から動いてないと、まあ、あの体があの動かなくなってしまう。まあちょっとした持久力がないとやっぱりウェイトトレーニング その1時間とか1時間ちょっととかっていうのは持たないので、あとはエネルギー供給に絶対必要なミトコンドリアってミトコンドリアが弱くなっちゃう可能性なんですね。そうするとエネルギー供給も弱くなったりとかして、やっぱそこが結構重大なあの筋肥大を妨げてしまう可能性があるので、その基本的な体力を作るため、ワークアウトの体力を維持するため そのエネルギーを供給できるこの基本的な体を作るために有酸素をこの実生活で動くんではなくてプロビルダーとかになると決まってた量のその運動で最低限その体力をあの維持したいんですね。だからどっか行って動いてくるよりも有酸素で体力を維持したいっていう、このくらいだったらちょうどいいあのカロリーかなっていう感じで、このくらい動いとけばいいかなっていうその目安がだいたいその人たち あの経験値から分かってくると思うので、そうやって毎日必ずあのオフでもやるっていうことですね。ですからこの3つ大きく分けると、まずそのあれですね、体のケアのため、内臓ケア、体のケアのため、はい、で一つは血や心臓をあの血を増やしたり心臓を強くしたりっていうこの造血ですね、はい、もう本当に直結する筋肥大、うん、でもう一つはこのワークアウトをする基本的な体力を維持するためですね、うん、この3つがあるので必ず有酸素はあのシーズンでもやらなきゃいけないっていう、うん、あのですから、まあ、プロビルダーじゃなければ最後 その体力維持っていうのはそんなに影響しないかもしれないですけど、まあ、あの体のケアとかその造血作用っていうのはその普段ずっとこの外前とかで歩いてるとかっていう人じゃない限りはやった方が、うん、あのバルクアップする、まあ、普段の生活で結構動いてますよっていう人はそんなにあの、うん、オフシーズンはいらないかもしれないですけど、まあ、ディスクワークの人とか、うん、その車移動が多い人とか、そんなに駅から家まで近くてあんま歩かないとかっていう人は、うん、まあ、あの筋肥大したい時も有酸素運動はやるべきですね。なるほど、はい、まあ、よくあの有酸素運動を、まあ、やりたがらない人がいる理由として、うん、やっぱり筋肉がカタボリック、うん、筋肉がこう筋肉からエネルギーが取られてしまうんじゃないかっていうところで、まあ、ましてはバルクアップの時とかは、うん、まあ、筋肉をでかくしたいから、うん、できる限りこうカタボリックな状況っていう防ぎたいっていうところで有酸素運動をやらないっていう人が、まあ、うん、結構いると思うんですけど、そのカタボリックとかそこの関係っていうのは、そう、まあ、それはですね、まあ、結構そのカタボリック、はい、有酸素運動イコールカタボリックっていうイメージがあると思うんですけど、はい、これはハイインパクトって言って心拍数がすごい上がるような運動を、しかも長時間、あの結構1時間半とか2時間とか長時間やると、あのリスクがどんどん高まっていく。でハイインパクトで時間が長すぎると、かなりカタボリックになる可能性があるんです。ですからこの1時間以内ぐらいのそのローインパクトっていうんですね、しかもそんなに心拍数が上がらないような、だからそのプロビルダーの
あの有酸素運動を見てると結構ちんたらちんたら歩いたりとか自転車をこう乗るのがすごいゆっくりある、ゆっくりなんですよね。まあ、あの人たちはちょっと動けば心臓が動くっていうのもあって、うん、あの心拍数はある程度上がるんですけど、それでもハーハー言うようなペースでやってないじゃないですか。だからこれは本当にそのカタボリックにならないようにローインパクトっていうのはすごい大事ですね。もうぜい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 言ってもうダメだっていうようなのをガーってダッシュをずっと続けてるような、あのすごい息切れが激しくなるような有酸素っていうのはカタボリックになりやすいんですけども、この有酸素のいいところだけを利用しようとしたらそのローインパクトが一番ボディビルダーにとってはいいですね。あ、もうじゃあ散歩ぐらいのペースで。そうですね、あのちょっと早歩きぐらいでちょっとだけ心臓がドキドキするような感じで、だから散歩してたまにちょっと坂登ったりとかちょっと早歩きしたりとかって言ってある程度心拍数をキープするっていう感じでやってあげるといいんじゃないかなと思いますね。わかりました。本当に思ったよりメリットが多くて有酸素、そうですね、あの有酸素運動って筋肥大させるのにはかなりメリットもあるので、その結構そのカタボリックになっちゃうっていうデメリットだけを考えて嫌っている人が多いんですけど、実はある程度の筋肉を大きくするためには絶対オフの有酸素って必要なんですよね。でそれをやらないと伸びにくいっていうことがあるので、はい、特に造血とか 心臓を強くするっていうのはすごい筋肥大には大事なので、まあその辺あのカタボリックって筋肉がね分解しちゃうんじゃないかって言って有酸素を避けてる人は逆にあの有酸素をうまく取り入れて筋肉を太くすることができるっていう、ね、そうですね、逆にでかくなるっていう、そうですね、じゃなかったら世界のトップの人全員やるってことはまだありえないです。確かにやっぱでかくならないことはやらないですから彼らは。やっぱオフシーズンも有酸素やった方がでかくなるのに、あの役に立つっていうことなので、オフはでかくすることがすごい目的、最大の目的で、その時期に有酸素をやってるんですから、有酸素自体をでかくする目的でやってるんですよね。だそこね、ちょっと間違った情報が結構入り乱れてて、あの有酸素ボディビルダーやっちゃダメだなって言ってる人いるけど、それ世界で言ってるの日本だけですからまあ本当にそれは大きな間違いで、まあ、下手すると体にも良くないし、あの伸びるはずの才能を台無しにしてるかもしれないので、オフシーズンの有酸素の取り入れ方っていうのをちょっとですね、はい、見直してあげるといいんじゃないかなと。未来のための、有酸素、そうですね、意識しています、はい、本日もありがとうございました。はい、There's a voice inside confining me, defining me. I got